7月20日第49回海の記念日祝賀パーティーがホテルニューオータニで開かれました。本日第49回海の記念日にあたり栄えある表彰を受けられました方々並びに関係各界の皆様をお招き申し上げましたところ、海大臣をはじめ多数の皆様方のご出席を賜り誠にありがたく主催者を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。第49回の海の記念日にあたり栄えある表彰を受けられた皆様方に対し心からお祝いを申し上げます。この度表彰を受けられました方々はそれぞれの分野で多年にわたり我が国の海事の振興と発展に指導的役割を果たしてこられた方々であり、そのご尽力に対し深く敬意を表する次第でございます。本日ご来場の皆さん方のご事業とご家庭の限りなき、ご発展と、それで、皆さん方をはじめご家族ご一同のご健康ご長寿ご多幸をお祈りいたしまして乾杯いたします。乾杯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 。囲まれた海洋国家としての特殊性を広く国民に認識してもらう海の記念日祝賀パーティーに集まった関係者たちはお互い情報を交換し合い、海に対しての思い出話やこれからの問題を語り合いました。